演舞開演。どうも、本日はこちらローソンの唐揚げくん旨辛キムチ味を食べたいと思います。おや、ここにいらっしゃるのは日清のあのひよこちゃんですね。なんでかなと思ったら裏面にちゃんと書いてありましたわ。さーて、ここに貼られている悪魔ということですが、悪魔並みに美味しいということなんでしょうか、それとも悪魔並みに辛いということなんでしょうか。もし後者だとしたらちょっと怖いですね。では悪魔への挑戦、いただきます。悪魔の親子ならエクソシストに行って頼むほどでもない。そこまでってくるような辛さではなくて、むしろ後からほんのりじんわりくわーっとくるような辛さですね。旨辛と言う通り、旨味を一緒に感じるのにちょうどいいと思います。キムチの味もそんなに強烈ではなくて、むしろ美味しい鶏肉にちょっと辛みがあるかなっていう感じですね。美味しく辛いのが好きな方にはぜひおすすめできます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。でも激辛は物足りない。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。